委員長の報告を求めます。外務委員長木内稔君。ただいま議題となりました法律案につきまして、外務委員会における審査の経過および結果をご報告申し上げます。本案は令和7年に開催される大阪・関西万博に関し、国際博覧会条約の規定に基づく政府代表の設置およびその任務、給与等について定めるものであります。その主な内容は、外務省に特別職の国家公務員でありかつ外務公務員である2025年日本国際博覧会政府代表1人を置くこと、政府代表は大阪・関西万博に関する事項について国際博覧会条約の定めるところにより日本国政府を代表することを任務とすること、政府代表の任免は外務大臣の申し出により内閣が行うことなどであります。本案は去る3月10日外務委員会に付託され、翌11日、林外務大臣から趣旨の説明を聴取いたしました。昨16日に質疑を行い、討論の後、採決を行いました結果、本案は賛成多数をもって原案のとおり、可決すべきものと議決した次第であります。以上、ご報告申し上げます。採決いたします。本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。起立多数よって本案は委員長報告のとおり可決いたしました。日程第7、構造改革特別区域法の一部を改正する法律案を議題といたします。委員長の報告を求め